で当然岩も、だいぶ上がってきましたね。おお、怖い怖い。さあいよいよアバとアバがだいぶ張ってきて、船と船が寄せられていっております。で中を見ると居場所をなくしたボラたちがすっごい勢いで跳ねまくっております。さあどんどん箱が小さくなります。で何匹かの幸運なボラはですね、アバがたるんだ隙に逃げてますね。さあいよいよ本当に小さくなってきました。で表から見るとこんな感じです。うわはい、これで、完全に魚の逃げ場がなくなりました。すっごい取れてるのが分かります。はい、完全に網がくれたら後ろの方からですね、こちら手船って言って取れた魚を運搬する船が後ろにつけます。取れてる魚は大量のこの城とボラが多いですね。でまあこうやって見てアジとかこういうブリとか、ちょっと種類の違うものは先にのけて、まあ生かしたり氷したりするそうです。でこういったですね、もう皆さんドラゴンって呼んでましたけど、でっかいねタチウオものけます。めちゃくちゃでかいですね。おお、指5本、指ぐらいです。6本か。それじゃあ大きな玉を準備していよいよ魚を揚げていきます。ここからが一番の見どころといったところです。玉を入れて、玉をずっと移動させて、玉の中に魚を入れていきます。で、うわワイヤーというか、まあクレーンで上げて玉を釣り上げていきます。あ、すごいな。で手舟の方の池間、氷水をいっぱい張ってるところにドシャーっとね魚を入れて、一気にもう冷却していきます。ものすごい量です。で2番目というか2回目ですね、2回目も同じようにもう魚がいなくなるまで、こちらを繰り返していきます。で太田くんにこっちに乗ってもらって、手舟からの方の、まあ、映像も見ていきましょう。さっきの1回でこんな大きな池間にね、もう半分くらい入ってますね。まあブリもいくらか今見えましたね。で反対アングルから見るとこんな感じで、ゴシャーっともう池間の氷水にもう , 笑うしかないぐらいの勢いですね。うわー、すごいですね。じゃあちょっと音を戻して見ていきましょう。で魚が一つの池間にもういっぱいになったら池間の蓋をして、次はですねもう一個の池間の蓋を開けて魚をあげていきます。もうこれ何回目かな、3回目か4回目かわからないんですけど、一向に魚の減る気配がありません。1回でこれ何百キロだろう、300キロぐらいあるのか。危ね、すごいな。すごい危険が伴う仕事です。で前の池間に移動して出していきます。でこちらの漁師さんはヒラアジと呼んでおりました。まあマアジのことなんですけど、大阪湾のマアジはすごい美味しいそうでヒラアジと呼ぶそうです。でこちらがマナガツオです。なんと冬のマナガツオが入ってました。さあ残りも少なくなってきました。ですごい体力仕事なんで、やっぱりねパワー系の方もいらっしゃいます。パワー系、パワー強そうな人ですね。で残りも少なくなってきました。最後の1匹、最後の0匹になるまで網を、玉を入れてどんどん出していきます。でこれが最後ですね。最後の魚を入れておよそ2つの池間が、ほぼいっぱいとなりました。そしたらこれで一晩終了です。一番終了です。で太田くんが取り残されそうになってて、なんとかですねこちらの船に乗れました。今日の取れ高どうですか。いやまあぼちぼちちゃいますかね。ぼちぼちです。ただいつも本気出せばもっと取れます。大阪湾はこんなもんじゃないです。わかりました、ありがとうございます。
イケイケな漁師さんのお話を聞けたところで、船を離脱しましょう。で次はですね、手船に乗って、まあ、次イワシの方、イワシ、カタクチイワシが取れる方に向かっていきます。さあ見えてきました。すでにねちょっと間に合わなくて網を仕掛けている段階ですが、イワシの巻き網の方に移動してきました。船もなんか変わった感じですね。こちら静岡県の方から買ってきたそうです。でこちらの色味線って言ってカタクチイワシを探す船にやってきました。でこのソナーが1800万円するそうです。めちゃくちゃすごいですね。その他魚群探知機のなんか綺麗なんとかもさまざまな機器類が載ってます。今日の取れ高はどうですか？今日はねぼちぼち、この網もぼちぼちです。ありがとうございます。すごいな。こちら、白井さんとおっしゃってですね、次期この会社の社長です。でこちらの網もですねだいぶ小さくなってきました。で中入ってみるとですね、もう袋状になってその中にいっぱいイワシが入っている様子が魚群探知機から分かります。でだいぶですねこちらの網も小さくなってきました。いよいよ網を上げていく時がやってきましたね。で皆さん同じように一生懸命網をくられております。でこちらのアバも浮いていよいよイワシが完全に閉じ込められたといったところです。であちらのホースを突っ込んでですね、あのホースの中からイワシを吸っていくんですよ。イワシバキュームといったところですね。イワシダイソン。やっぱりね多くの方が乗ってますから、彼のような面白いお茶目な方もいらっしゃいます。でその横に手舟がついて、まあ、手舟ってさっき言ったようにこちらの船でイワシを運びますね。で僕らの船もつけてイワシが取れたのを見ていきましょう。でさっき吸い上げたイワシがですねこちらのホースから出てきます。うお、めちゃくちゃすごい、気持ちいいですね。まあまあまあ、で急いで向こうの方見に行ったんですけど、吸うのがめちゃくちゃ早くて、残念ながら網の中に入っている様子を撮影できませんでした。申し訳ございません。いやでインタビューしようと思ったらやめてやということで、なんでピースはいいのかという。さあそれじゃあイワシも上がったところで僕らは手舟の船に乗って港の方に帰ってきました。で急いでですね陸揚げしてその様子を見ていきましょう。はい、じゃあ船を接岸したら港の方にも魚を吸う機械があるのでこちらのホースを池間の中に突っ込んでカタクチイワシを吸い込んでいきます。イワシがどん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 吸われているのが分かります。ずっとホースをたどってこちらの機械が吸ってますね。ものすごい勢いですね。どんだけのスピードでイワシが吸われてるのかっていうぐらい。で、海苔と一緒で、まあ、水入れないと多分吸えないのでちゃんと水も入れていきますね。でこちらまずイワシを仕分けしていきます。まあ、イワシ以外にもたまに入っていることがあるので細いホースの中小さなイワシだけが落ちていって大きなものは向こうにはけるといった形です。で奥様方が箱を準備して向こうのイワシが出てくる機械でどんどん箱の中イワシを入れていきます。いやーすっごい大量のイワシですね。ちなみにこちらのイワシは冷凍してあとか、いろんなやつの餌になるそうです。大量ですね。で見てみるとこんな感じ、まあ、程よい大きさのカタクチイワシといったところです。で今からですね共同事業部さんの巨大な保管冷凍庫を見せていただけるということで大量のイワシが入っているそうです。じゃあ見ていきましょう。お願いします。うわ寒っ。寒い。コール。マイナス30度らしいです。うわめちゃくちゃ寒い。うわ。これ全部そうです。イワシ。これは養殖されたで、これはもうタコとかカニでも。あ、カゴとか。うわ。段ボール入
いてるのは加工物。鼻毛が凍りますね。鼻毛がめっちゃ凍る。鼻いった。鼻くそが。で冷凍した後はですね、このようにカチコチとなります。でもしかしてサムネに使えるかなと思って記念撮影ですね。ただめちゃくちゃ寒い。耐えれないぐらい寒いです。出よう出よう。寒い寒い。わ、鼻毛が。鼻毛が凍った。鼻毛マジ凍った。太田くんのメガネがバリ曇っとる。めっちゃ寒かったな。マイナス30度やもん。だいたいですね、400キロぐらいか、まあそれ以上は取れてる感じですね、イワシが。でパレットいっぱいになったら運んで、冷凍庫へ移動します。はい、でイワシの選別とか冷凍とかを見たんですけれども、ここがですね、同じ岸和田港にあるシラス専用のセリー倉庫みたいな感じらしくてですね、大阪のシラス全部がここに集まってここで競りをするそうです。ちょっとね、覗いていきましょう。でちょうどですね、シラス漁船が帰ってきてて荷揚げをしておりました。電話失礼いたします。でもう船の上、大量のシラスが取れているのが分かります。逆に取れすぎて今年は値段が安いそうです。で荷揚げしたシラスは、こちら倉庫の中に運ばれて皆さんで競りをするそうですね。で競りをしたら素早くですね、トラックの方に積み込んで各々まあ出荷していきます。はい、で港すぐ近くのご飯屋さんでちょっとお昼ご飯食べます。じゃあいただきます。はい、でご飯を食べたらですね、次は最初に乗った、カタクチイワシ以外の方の手船船がやってきました。で池間の中を開けるとですね、もう大量の魚が入っております。で2番網あの後されたそうなんですが、そちらにですね、大量のタチウオがいたそうで、あ、そっちも取れたらなということで、でこちらも若い彼がですね、大きな玉でものすごい大量の魚をすくって、それをクレーンで釣り上げて、で上の方で仕分けしていきます。でちょっとマイクが切れててですね、音量、ないんですけど、魚が上に上がっていきます。で魚が上に上がっていって、こちらの奥様方が仕分けをするという感じです。質問とかそういうものが入っていた際に抜けるのかなと思います。でこちらも同じように小さいものが下に抜けていくというやつで仕分けしていきます。この場合はタチウオが細いのでうまいこと抜けてますね。でこちらも揚げど揚げど、なかなか終わる様子がございません。2回3回とこんなでっかい玉で揚げても全然でしたね。ものすごい量です。でタチウオとかも仕分けして、こんな感じで終わりたいと思います。はい、というわけで、岸和田の、漁師さんたちのね、すっげえ巻き網見させてもらいました。めちゃくちゃ大迫力で最高に楽しかったです。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。じゃあ僕はね、帰りたいと思います。 See you next time. バイバイ。帰ります。